はい、ロックオッパー第6弾、今回はですね、夏の血ぬずりに、和歌山県の田辺という、僕の超地元、ね、もう本物超地元、もうこの見渡す限りのこの堤防とかで小さい時からもうずっと釣りしている、ところの夏の血ぬずり、ね、夏の血ぬずりでね、さなぎのおかせ釣りという情報、まあ、田辺とかの、まあ、南紀とかで、まあ、伝統的な釣りなんですけども、まあ、僕から言わせるとチヌのサイトフィッシングですね。チヌがこう水面をこう割ってですね、こうサナギ、浮いたサナギを食いに行く。で、天気のいい日とかあったらもう自分がもう見えるんですよね、背びれ見えて、それをこうこれぐらいの大きさで釣るという、もうほんとどういうのかな、エキサイティングな血ぬずりですね。本当にサイトフィッシングであります。この釣りはですね、まあ、夏特有の、まあ、5月の、まあ、後半、まあ、その年によるんですけど、まあ、5月の後半から、6、7、8月この暑い時にこの激アツの釣りなんですけども、まあ、案外結構、みんなやっていない釣りですね。まあ、血ぬずりはどういうのかな、一魚種で一番多い、釣り方があるんですけども、まあ、その中のこのサイドフィッシング、さらにの浮かせ釣り、案外みんなやってないんでね、今回はね、ちょっとこう湾内からちょっと湾内編とこう沖磯編、ちょっとふ2部でこう分けてね、やりたいと思う。ぜひね、このエキサイティングな釣りをちょっと見ていただきたいなと。はい、サナギの浮かせ釣りの餌、サナギの浮かせ釣りというよりチヌのサイトフィッシングの餌をね、紹介したいと思います。まあ、用意するのはね、だいたいミンチ、まあ、長い時間するんだったら3袋から5袋で、粒サナギも3袋から5袋ぐらいですね。まず、サナギのミンチを、まあそうやな、まあ、まず最初はまあ、1袋か2袋を、バッカーの中に。で、このミンチでですね、3点ぐらい、まあ、自分がこう思っているところに、まあ、打ち込むのと寄せる、それに対して寄せるのに、まあ、左右どちらかにちょっと大きめに掘ってですね、チヌをこう集める。要するにこのミンチはこうズボーって沈んでいくんで、で、まあ、それチヌをこう集める仕事がこのミンチですね。でその次にですね、このつぶさなぎ、このつぶさなぎをですね、1袋か2袋ぐらいですね、まあ、とりあえず最初はまあ1袋ぐらい、これをですね、このミキサーでこう適当に潰します。これ、まあ、これ潰すときこういったこのハードのやつの方が下が硬いんで、潰れやすいですね。これね、なんでやってるか言うたらね、この潰れていくこのね、サナギっていうのはね、沈むやつと中間ぐらい漂うやつと浮いてるやつと分かれるんですよね。これを巻くことによって、まあ まあ、こんな感じ、もう、まあ、もうちょっと潰してもいいけど、まあまあこんな感じ、こんな感じね。んで次、この潰さなぎ、このバケツで、水汲みバケツで、海水を汲んだやつに対してこれ潰さない入れます、ね、こう浮いてるでしょ。チヌがこう水面へこう上がってこう餌を取り出したら、もう次は
こいつを2粒、2粒ぐらい巻いて、持続さすと。それでまた、浮いてる稚ヌに1匹浮いてくると、それにつられて2匹、3匹、4匹、5匹って、まあもうほんまにええ時は10匹ね、それぐらいの数が浮いてきます。まあ、要するにね、寄せ、浮かせ、食わせっていう感じですね。ミンチで寄せて、こいつで浮かせる。で、これで食わせに行く。これでまあ持続刺すんですよね。ほんでね、針に餌、もう全部サナギオンリーでやるんですけども、これ、あの、変な魚もっと寄せたのかなとか思って、そのオキアミとか、なんか違う餌を打つとね、あの、何が浮いとるかわからんのと、餌取りが出てくるから、あの、うん、面白さが半減するのもあるし、あの、計算しにくくなるんで、あの、もうサナギオンリーでやった方が面白いと思いました。で、次、針に刺すとき、これね、この浮いてるやつ、まあ、持ってもらうたら分かんないけど、大体あの浮いてるやつは中カスカスのやつが多いんですよね。いけるやつもあるんやけど、これね、ここにね、沈んでるやつがありますね、このバケツの下にね。これを取って、この沈んでるやつの方がこう密室がいい、針を刺しやすい、針を隠しやすいんですよね。中がカスカスじゃないんで、投入した時とか針がずれるとですね、もう一つこう食い込みがものすごく悪い時があるんです。で、この沈んでるやつは、あの、針刺したら沈むんで、このここでこうギュッとこう絞る、空気入れるいうのかな。今度はこう置いた時、こう浮くんでね、この状態です。この、まあ、頭っていうかな、から普通にこう針をもう完全にこれ隠す、こういう感じですね。だから、まあ、針は、まあ、まあもうない時とかは僕、まあ、ピンクの針とか使うんですけど、まあ、基本的には黒針か、あの、茶色の針ですね。あの、かかりすぎ口太みたいな茶色の針か、まあ、チヌ針であれば、あの、黒針が一番まあまあ妥当かなと思います。で、これがですね、こう今絞ってるでしょ、こういう状態ね、水面にこう浮いてる状態、これが、あの、最も食いがいい。この釣り僕長いこと夏にやるんやけども、水面、まあ言ったら背びれがこう、どういうかな、背びれ出しながら浮いたやつをこうポッていくパターンと、下からも一気にボコッて上がってきてバチャーンって跳ねて食べる、パターンとあります。で、浮き下大体今40センチ、50センチ、まあ60センチぐらいの浮き下でやるんですけども、まあ食い割る時、浮きをちょっと離した方がええ時は、まあ1メーターぐらい取る時あるんですけど、このサイドフィッシングでどうしても釣りたい。で、このサナギを、まあ言うたらヒートイロとか沈めていて長いでも食う時は食うんやけども、できるだけこう浮いた状態、これぐらいのところで浮きがあって、この辺にサナギがある、これを操作しながら持っていって、チヌがボン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 って暴れた時にドカーンって来た時、まあ言うたらそのサナギ食う時も浮きを一緒にこう飛んでいくぐらいのね、あの浮き下でやるんですけど、それをこう見るのがものすごくこう面白い。その瞬間がね、あの、一番こう目に焼き付くんですよ、あの、エキサイティングになるんで、できるだけその浅く置いてサナギも浮かした状態でね、やっていただく方が、あの、エキサイティングになる。まあ昔で言うたら、うん、おっ、できるぐらいになると思いますんで、そういう釣りをね、やっていただきたいなと思います。バイ。これ今もミンチ、とりあえずこのひどごろ巻いてます。それでまたこれミンチね、こうだいたいね、こういう遠浅とこが、あの、メインでやるんですけども、ちょっとこう深みのとこへ
打つ。で、こうメインをこう量を多めにしてですね、これに対してこう寄る感じでこう左右にこうありますね。これに大体こう巻いて、まあ10分20分ぐらいしてから、この先ほどこう潰したやつ、もうチヌがねいてるとね、反応がものすごく早い。浮くときはね、だいたい巻き始めて15分ぐらいで浮いてきます。でね、この釣りはどういうんかな、浮いてこんと面白ないのと意味ないっていうのがあるんでね、仕掛けはもうその浮き出してから作る感じですね。だいたいこのミンチでこう打ち込んでから、打ち込むいうんかな、打ち込んでから、この、浮かせるこのさなぎ、先ほど潰したさなぎ、まあパラパラ前と、まあ、でもあれ浮きました、チヌがそこで。ほんでこのメインのさなぎね、最初はね、あの5粒ぐらい、こういう感じで、あれ今ちょうどこのここで浮いてますわ。このてくるか見といてみ、羽やろ、あそこワイルマスパス照明、あれチヌです。でこう今浮いてるやつに対してね、このあのこの海水で浮いてるこのさなぎ、だいたい3粒から5粒、ほんでもうずっと浮き抱いたらね、あんまり巻くとポイントがものすごく遠くなります。でまあ絶え間なく2粒3粒をね、こういうふうに巻きます。その潮の潮髪っていうかな。この釣りはね、あの潮のこのものすごく速いとこでもやれんことないけど、あんまり動かんとこがいいですね。で何が重視されるか言うたら、風。ほんでその風、普通グレ釣り、チヌ釣りのあの、まあ、大き網でやる、深瀬釣りですね。深瀬釣りの場合はこう風に対して浮きを、沈めていって、この道での抵抗を殺したりね、その潮に対してうまいことその巻き柄と一緒に合わすようにこう持っていくっていうのが、普通の深瀬釣りなんですけど、この釣りの場合はね、風より寄せなんか、要するにこうさなぎが浮いてるんでね、逆の釣りなんですよね。浮いてる餌があの潮よりも風の抵抗の方が強いんで、風でこう流されるって、潮もあんまりとろいとこでやるんで、風をいかに読むか。だからこの潰さなぎですね、ミンチとか沈むやつは大体ポイントで打ち込んだらいいんやけど、この潰さないこの浮いてるやつはね、その風紙へ巻いていくと。ほんで自分の目の前、その時のまあ磯の格好とかにもよるんですけど、自分の目の前一番釣りやすいところに連れてくるという、この巻き絵からこう考えていくという釣りですね、うん、まあまあ見といて、まあまあ見といて。手順で言うとね、ほんまに簡単。これね、潰さなぎだけでやる人もいてるんですけども、こっちのがね、早いと思いますわ。寄ってきて浮かすことがね、うん、まあ僕はこういう手順でやっております。ほんでまあ浮いて、こう今浮いてるんですけど、今でまあ5、6匹浮いてますわ。浮いてるんですけども、こう浮きが前と潮の干潮とかで浮きが取るなって来たり、数が少なくなったりとか、浮かん時もあります。その時の潮の、まあ、干潮満潮と潮の水色とかで浮かんようになる時があります。その時はちょっと一回休憩したりとかね、して餌を打たなんだりしたりとか、もう一回このミンチからちゃんと始めていくと、手順をね、またこう孵化する場合があるんで、うん、
だいたい看板で言うたら、まあ、大きい磯とかやったらね、まあ、あんまりな、大潮の干潮とかあんまり、もう大きい磯だったらまあ浮くけど、あの、湾内磯はね、やっぱり小潮長潮ぐらいを狙った方がね、ええと思います。はい。浮いてますね。浮いてますんで。はい、まあ、今回のいうか、チヌのサナギの浮かせですね、の仕掛けです。サーはチヌダオ、まあ、専用、まあ、チヌダオというか、まあ、まあ、デロゴ。柔らかい竿の方が面白いですね。はい、まあ、大体まあ00から、まあ、06ぐらいの竿を選んでもらったらいいと思います。でリールがこれ、銀ロに、まあ、バラサハンドルはカスタムしております。まあ、番手で言えば2500番ですね。で道糸、これ、大体 1.5 から 1.75 号使います。今はこれ 1.5 号でやってます。グレミチのね、1.5 号。で、ハリス。ハリスが、ナイロンハリスの 1.2 号にを、まあ、そうやな、ひとひろ取りまして、ハリスの中に、浮きを入れています。で浮きが、まあ、これ、商談の4の4。だいたい6の6から B ですね。使います。ほんで、重りは浮力調整とかも何も打ちません。ほんで、針。針が、まあ、かかりすぎの 6.5 号から、まあ、チヌ針の、まあ、1.5 号。から2号ぐらいいいと思う。仕掛けはそんなんなんですけど、だいたい浮き下がこれ、まあ、45センチ、だいたいまあ30センチからまあ60センチぐらいの浮き下で、やります。ゆっくりな、直接掘り込むんちくと全然違う。紙からとか沖からとか手前からとかから、あの浮きを持っていくが一番、あの警戒心が薄いからいいですね。直接掘り込むと大体あの逃げていくんでね。おっしゃ、入れ浮き。あー、赤スカクロだが今の。あー、あら、あーあー、今食うたと思うんだけどな。な、賢いやろ。今日はちょっと、まあ、まだ分からんけど賢いな。簡単に釣れへんよな、ギリスもな。なくて、さなぎや。釣りだがこっちだったんですけど、風がこれ北東よりが東寄りの風に変わったんで、ちょっと釣りだはこの風の方向ね、背中から来てるんで釣りやすいんですけど、あんまり浮かない。この東の風が上がるのかもわからない。まあちょっとやってみたいと思います。これ明日雨やな、これな。浮いてんのは浮いてんで。こういうな、活性やったらな、もうちょっとこう前立つんやけど。前立つほど大きい離れていくから、ちょっとこっちの下がり気味で、ちょっと風を利用してちょっとやってみたいと思います。おるおるおる、ワイの沖の近くにおるぞ、チヌが。食わんね、これなかなかな。よっしゃ、来た、ハリだ。おら、おるや。どこで飛び込んだろうかな、ゆっくり。ちょっと向こう行ってくるわ。前行ってくるな。遠浅やからな。きれい、40ぐらいあるか。元気元気、よっしゃ、40はないか、ギリギリギリか。よし、おいよ、そうものすごく元気やな、この夏はな、夏チヌ。はーい、な、わかる、この浮き下、わかります。よいしょ、まあとりあえず、40ないな、30。
夏地のよう引くでしょ。黒鯛って感じやろ、これ黒いやろ。よう来たなお前な。夏チヌはよう引くんですって。まあ、まだまだ大きいやつ釣れるからね、50ぐらいのも。この浮かせ釣りは浮いとるから、その高前やつと違って、だいたい早い時期がええですね。これもっとカンカン出るやつもっと浮くんやるけどな。今浮きあるところは多分1メーターもないわ、ずっと遠さんとこな。だいぶ大きで浮きあるなこれ。お、今浮きの前の浮きの手前で跳ねったけどちゃうんが、あんまボコーンって出らんでな今日は。おっしゃ、あ、お、お、お、来てないか、あれ、お前の向きの近くで跳ねたけどの、違うさなぎ食ってもたんか、これ。よっしゃ、あの先のパンって跳ねたやつな。あら、な、おっと、近寄ってきやろぞ。おら、おい、来い、来い、おら、スイちゃんか、あれ、あか、あ、ちゃうちゃう、もっと手前、手前、もうちょっと手前に僕の美味しい、美味しい、美味しい、あのさなぎちゃんが空いてるでしょ。おいな、ここで誘いとかかけたら出てこへんからな、これ。あらな感じですね、これ。おるよ、おるよ、浮きの周りに。おんねんけど、見おんねんけどな、食わんねん、これ。おっしゃ、跳ねた、来た。おら、跳ねたやろ。あ、あか、外れた、やばい。やばいことした。張り替えと、これ外れるときはね、張り絶対替えた方が。はぁー、くそー、初めてや、今の。スカクロタリするのはあれやろ、外れた初めてや、これ。張り。やっぱ張りは一回かかえた方がええな。もったいないけど。一回かかった魚、次は。逃げるからな、大きい大きいから逃げるより大きい行くからな。オッケー、よっしゃ、おるぞおるぞ、は、来た、おい、跳ねたやろ今。あ、ちゃうんか、あれ、ちゃうちゃう、離されたわ。はい、これ食うただ今、チヌが半分食うたよ、これ。これチヌなんですわ。こんなことするの、バスッて。で、こう張り子バッてずれた時に食い込まなんで、ずれても見破ったよ。わかる。まあ見とって、よっしゃ、こいはわい釣ったと思うぞ、カメラマンさん、こいはわい釣ったと思うぞ。あかんかんかん、よっしゃ、あーちゃうか、もうちょっと手前、あーくそー、違うでしょ、もうちょっと手前でしょ。おっしゃ、来い、来たやろ、晴れたやろ、今の絶対来いよ。あかん、くそ、離された、あーくそー、もうだ、この上浮いてるやつほんま何の魚でもそうやけどよ、どういうん、あの賢いね、浮いてるやつはな、そのクルテなんかの時はの魚の時と違うてよ、 こんなんまだ全然、全然その警戒めっちゃしてんねん、これわいの経験上で言えば、浮き方からしたらな。今度正面入れるわ。かんな、おっしゃ、浮いてるな、来い来い来い、
よ、ブガブガブガ。じゃあ次やろう。おっしゃ、来た。ラッカーラッカーラッカーと、こいつはお前そこそこ来んじゃん、これ。あっさいかな、そこ。ちょっと行ってくるわ。くら、お前こら、こんなってよ。楽しいね、これ柔らかい竿でやるんかよ。4秒前や。楽勝だろ、真っ暗やこいつ。そろそろチームやこれ。しつこいね、やっぱりな、これ回復してるから。な。夏の地の見事だこれ、これよっしゃ、40ありますぜ、よっしゃ、はーい、よっしゃ、とりあえず入ったな、点々やけどな、45ぐらいかな、はーい、はい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 、はい、あはーい、うれしいな、今のはもういきなり来ましたね、こうせっもももももがってポン、こう肩がようになったでしょ、なあ、正眼の面が見えるんだ、クロダイって感じするでしょ、これノッコミの時とか、あの回遊生林かな、入り立ちの時はギンギンって可能なんやけど、だいたいこの時期な、あんまりあのほんまここあの黒く黒くなるもんな、そういう時期できるだーい、はい、本日2匹目ヒュコ、ロックオッパー、びっくりしたよ、まあこの釣りはどういうのか、こう浮いてくる、要するにこうジャンプするとか、こう背びれ見えてこう浮いたサナギをこう食いに来る、そういうのをこう待ってからこう仕掛け入れる釣りなんですよ、まあ、サイト見ながら釣るっていうやつなんですよ、これ結構ね、餌取りはまあほぼ気になりません、あの近くとかやったらフグにあのちょろちょろっとやられたりする、あ、まあもう沖で、沖で、まあ、そこへ持ってきてチムとかおったらもう全然その沖にはそのほとんどいてないんで、うん、あれなんですけど、あのこう大抵その一番最初のうちはこう近くで浮くときあるんですけど、ごまけ聞いてくると聞いたりとか、今みたいにちょっと魚抜いて警戒心があってこう出てこんときにもう一回ちょっとまけを切ってですね、10分20分切ってもう一回こうやり、違うとこからこう狙う、この待ってる時間もね、こう次大体まあ沖の方で浮くんですけど、こう近くへ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 こうあの寄せる釣りですよ、呼んでくる釣りですね、それをこう巻き絵ワークとかでね、あの巻き絵 の, このタイミングですよね、うん、でまあそれでこう近く寄ってきた時ってものすごく楽しくて、で仕掛け、投入するとまた釣れるってやつ、ね、あのこの浮かせ釣りっていうより、まあ、釣りは何でもやった方がいいと思うんですけど、あの結構そのグレ釣りももちろんそうやし、チヌチヌももちろんこれチヌやからいいけど勉強になりますね、特にチヌがこういう水面まで上がってくるっていうのが、あの自分の中でチヌ釣りしてやるときにそれをこう念頭に置いてね釣りできるんで、あの普通のオキアミの釣りでもかなり上上がってくる巻き、巻きのやり方でそういうのがあるっていうのがね、あの自分でこう認識できるからね、それもまたまた次の釣りにまたつながる、うん、まあ、非常にこの釣りもこの賢いんでね、勉強になる、まあ、そんな感じで夏の釣りを楽し満喫してます、うん、今日はでもちょっと悪いね、うん、もっとボコボコに浮く、だからこの間から雨降っとるから、これ濁りが嫌いなんか、うん、風向きの問題なんかもわからんけどね、おるけど、おるけど、鯉は一つ抜いたらあかん感じやから、ちょっとまだまだ、まだまだこの巻き絵
ちょちょちょろ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 な狭い呼ぶで金出したやろちょっとやけど。あら食うてないのこれいきなり。えいきなり来た。お巻きしよって跳ねたんか今わからん。いきなり飛びついてきたね。これがあるから声もおもろいんやけどな。さっき釣ったぐらいの肩あるんじゃんこれ。エスター負けたらわからないんだよ。そこそこや40はありそうやな。ほら楽しいな。はい、これも40オーバーです。ふっふっふっふ、はい、入りため、よっしゃ。はい、よう来てくれたな。よそ見ちにやったわ、こいつは。ほんまの。はい、こいつは大きい。45は超えてますよ。掘ってすぐに来た。もう我慢できんと食ってきたやろな、これな。ゆらゆらゆらでな、上でな。OK ですか。浮いてないからな。え一匹目は、あれか。また浮かんようになるんじゃん。おっしゃ来た、ハエダレだ。おっしゃ来た、ハエダレだな。今のサイトやな。これがおもろい、わかる。これがお前何それがもうなあ幸せな時やな。さなぎのおかせなよ。お前ちょっとこのクソ浅いとこで引っかかってんじゃん。ほらクソ浅いとこ行ってよお前。あかん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 、そやかん、それあかん、ダメ。土の落ちたやろ。おっしゃ大きいわ。こいつもこいつも45ぐらいありますせ。はいいいいいしょ。はい、ありがとう。こいつこいつもこいつ今日1ぐらいないか。さっきと同じぐらいか。よっしゃな、浮いとるから言ってあのこんまいことないんでね。釣れるでしょ。これ今日はまだあの状況的にはほんまに良くない良くないんやけど、まあこれぐらいは多分釣れると思います。はい、本日終了、湾内編終了です。今度沖磯でね、綺麗なパッてクラッと崩すところで、ちょっと曇ってるからね、ちょっとうまいこと絵がね撮れてるかどうかもわからないんですけども、沖の近くでボンって跳ねて浮き返すみたいな、あれは撮れてると、まあ、どういうのかな、あの興奮はね、興奮ってほんまごっつ、ワクワクする。ぜひ、一回は経験していただきたいなと。ほな、本日ちょっと寂しいけど、帰りラーピックって帰って、まあ湾内の裸島っていう磯で、まああのどういうのかな、
だいたい10箇所か12、3箇所ぐらい、あの、まあ、大きい湾内も入れてある、あのサナギの浮かせ釣りで浮く、場所の一つの裸島っていう磯でありました。あのね、ちょうどこれ今日はちょうど梅雨真っただ中の間の日に、ちょうど雨降るかなどうかなっていうタイミングで、来てるんですけども、まあ、ちょっとの間ずっとこう雨が結構降ったみたいでね、あのこの濁りがあんまりあると、まあどっちかというとこの浮きが悪いですね、悪かったですね、こう今日は、うん、もっともっとね、あのボコボコにこう浮くシーンをこう、ね、見ていただきたかったんですけども、まあうん、まあまあ今回まあ 4匹で2匹が外れた、外れた、まあ、1匹外れて1匹あのスカクロタという、ね、まあ、まあそういうシーンもあったと思うんですけども、あの湾内の磯はね、これからですね、湾も沖もそうなんですけど、ちょっとね、こうあのもうちょっとこうなんていうか、ほんま暑い日、あの太陽が照って暑い日がね、もう血のもまた元気になってね、まあ35ぐらいからもう50センチぐらいまで狙えるんで、まあ、ぜひとも、湾内もあの期待できると、これから全然期待できると思います。でまあ次にちょっと沖磯編をちょっとやりたいなと思っているので、まあぜひとも期待しておいてください。ボクボクボン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 釣りたいなと思います。